なんかびっくりするぐらい強い時あるからね。シャオハイ伝説を何個か語ると、まずストリートファイター5の時にゴーキキャミー、まあ、リュウキャミーだったかな、いやゴーキキャミーの時か、でゴーキキャミーの時に、まあ、孫も確かキャミー使ってた時だからシーズン3か4だな。シャオハイはみんなねキャミーの OD スパイラルアローで玉抜けを狙ってきて、でも OD スパイラルアローって玉抜け1ヒットしかしないからちょっと使うの微妙だよねって話してた中、シャオハイだけはあまりにも近い距離で玉抜けしてくるためスパイラルアローが2ヒットするっていうね。で孫さんが言うにはそれはお前が読まれてるだけだっていう話をねして否定してきたんですけど、後にモケがキャミーを使うようになってスパイラルアローのコマンドをその玉抜けの近距離で作っておけば、2ヒットさせられるねっていうことにが分かったんですっていうのは、まあ、モケがやってきたんで、まあ、これは誰でも回してればできるんだろうなという確認ができたんで、モケチェックでできるようになったんです。でまあシャオハイといってもこの程度かと思ってたら、なんとシャオハイがカリンを使い出して、ここでもねびっくりした玉抜けを行ってくるわけであります。でカリンの、まあ、またこっちは豪気なんですけど、豪気の波動拳カリンで玉抜けといえば皆さん何でした、わかりますか。スト5のカリンの玉抜けといえば EX 説法天狗です。 EX 説法で抜けて天狗、そう EX 天狗ね。ただシャオハイは反応が早すぎて EX 説法から天狗出さずに茶髪中パンで玉抜けしてくるんですよ。でそれっていうのはもうなんだろう、 EX 天狗ですらちょっと早い反応が求められるのに、 EX 天狗出さずに、走り切ってからしゃがみ中パン確定させるのは本当に早くないといけない。そうでこれまた孫さんに知識を授けたら、あのお前が読まれてるだけだということを言ってもらったので、まあまた今度はねシャオハイと NL の対戦を後ろで見たんですよ、その話題が上がってから。そしたらシャオハイ対 NL で NL の豪気の波動拳に対してシャオハイが3の3で EX 説法しゃがみ中パンで玉抜けしているというホラーでしょ。お前が読まれてるだけだおじさん。そういやでもそれ孫さんに聞いたら多分 NL が読まれてるだけっていう風にアドバイスくれると思うよ。 NL も多分読まれてるだけなんだと思う。でちなみにさっきの、模型の検証と違って、その EX 説法からのしゃがみ中パン玉抜けはだって当時プレステだったからね、当時やってる人はいなかったっす、てかできた人はいない。だそういうプレイがあるからね、シャオハイやっぱ怖いんだよな。なんか後に模型ができるようになりましたとかなってくれればさちょっと安心するんだけど、カリンのやつはね結局最後まであんまり主流になんなかったからな。カリンも弱くなっちゃったし、豪気でシャオハイ戦う人も少なくなっちゃっただろうから、まあまあそんな話がありました。